はい、皆さん、毎度毎度。はい、ちょっと目についたニュースは、オウムの事件だね。これは、お客様と喋るようなネタじゃないね。まあ、中途半端にね、喋るとね、火がついちゃうからね、こういう問題はね。まあね、弟子たちもすべてあれでしょこの弟子たち12人 ?YouTube でね、変な言葉喋るとね、引っかかるからね、変な言葉喋らないように喋ってるけどね。結局、命令されてやったわけだからね。まあ、命令されたぐらいじゃ、 まあ悪いことは悪いけど、さらに、やらないと自分の身が危なかったんじゃないかね、これね、弟子たちも。まあ言うこと、はいはい聞いてりゃ幹部慣れて聞かないともう、内部のこと知りすぎてる場合なんか、ねえ、処分されちゃうんでしょ勝手に言わせてもらうとね、すべてほら、好き勝手にやってた、ね、一番上の人だけ、やって、残りの弟子たちは、え、言えんと放置でいいような気すけどね、 もちろんね、被害者っていうのがいるからね。永遠ともう出さずに放置と。まあでもね、放置するのも金かかるっつえば金かかるかんね。税金で食わしてやってるようなもんだかんね。まあこの辺のね、問題は難しいね。だから、あんまり余計なこと言うと火ついちゃうからね。まあ、美容業のね、仕事中のネーターにはあんましない方がいいやな。はい、これね、動画の方はまあカットなんだけど、はい、長さどうするって聞いたら何でもいい。 どっか長いとこあるったら特にいない。今後はどうすんのって言ったら特にいない。まあ、どうすんのまあ、どうするのって言ってもね、毎度毎度うちでカットしてる方だから別にどうってことなく切れるけどね、これ新規のお客様でここまで言われたらもう手出せないよね。いつも行ってる店だと座ればその通りやってくれるとかね、言わなくても。でもね、カチンと来た美容師だったらね、じゃあそっちら行ってくださいって、断っちゃうっていう美容師もいるんじゃないのでもね、本当にね、自分じゃ無理だと思ったら、 丁寧にちょっとできませんって言っちゃった方がいいのかね。うちに来るお客様だと宿毛矯正断られたとかね。パーマ断られたとかね。原因はね、痛みすぎ髪の毛の。まあ確かにね、痛みすぎて、宿毛矯正の場合はもう根元しかかけらんないよとかね。弱い酸性の薬剤で軽くかけて癖伸びるか伸びないかわからないよとかね。あとパーマに関し巻物に関してはロングの方自宅ヘアカラーしてるような場合だよね。髪の毛がね、生きてればね、 少しでもね、かけることはできるけどね。もう染めすぎちゃった人はね、ちょっと無理ってなるよね。それでもね、かける気満々できてるからね。まあ、状況を説明して、かけるしかないんだけど、結局、金取れるような、ね、仕事になることもあれば、なんないこともあるね。それでもね、料金発生しちゃうからね。パーマだの、宿毛矯正だのは断るっていう場合、まあ、あるよね。たまにね、聞くよね。 でもカット断られたってのは聞いたことねえな。どうしてもね、お客さんの反応が得られないときは、もう1センチ切って様子見だよね。それもボブ系だよね。レイヤーだのグラデーションは入れない。切ってみると意外と何かしら言ってくるよね。はい、切ったよ、どうですかって聞きやね。重いだの軽いだろうね。どったらこったらってね。で、結局、こちらの方は前髪が伸びただけみたいなね。ほんで寒いからそれほど切らなくていいっていう結果。 かだったのかなあこれね、慣れてるからできるけど、これ新規のお客様だったら、これね、若い美容師さん、経験ない、少ない美容師さんだとね、厳しいね。とにかくね、こういう時は切りすぎない。あまりカットで攻めすぎない。軽く切るぐらいにするとか無難だよね。とにかくね。はい、お疲れ様でした。